小学生の集団が横断歩道を渡っていると、通勤や通学する人々、サラリーマンが携帯を片手にキョロキョロとしている。怪我そうな運転手。ガイドってあるだけでありがたいって思っちゃうから。夕日の向こう、いないはずの時計を見つけたかのように目を凝らす。あれ好き。はっきり言って、今のままなら邪魔なだけです。そんな言い方しなくてもいいんじゃないの。まあでもほら、中森さん他の皆さんと違ってね、ちょっとこう見えるっていう部分もあるわけです。ここ向いて。二人いる。結構知られた写真家だったのよ。どうも。手をかざすミサ。綺麗だ。中森さん。時々聞こえてた尾崎さんの心がきしもうと。一番大切なものを捨てなきゃいけないなんて辛すぎる。